久しぶりの仕事で疲れたよ。めちゃくちゃお腹空いたし、まだ晩ご飯食べてないからね。超お腹空いた。だから元気が出ない。お腹が空いて元気が出ない。アンパンマン。こんな感じ。そうそう、お腹が空いて元気が出ない、助けてって感じで、マジでペコペコ。猫の恩返し見てます。だって見てるよ。あ、今見たんだけどね。帰ってきたらついてた。マイシスターが見てたり、見てたんでね。そうなんですよ。めっちゃ懐かしい。小学生ぐらいだったっけな。小学生ぐらいだったっけな。よく見てたな。丸いよな。まつげ、ありがとう。でもそこまでな、あんまり上がってないね。こっちのまつげがだいぶなんか切れてきちゃってさ、ちょっと目かゆけめっちゃ目をこするんよ、こっち結構。だからまつげが切れちゃってさ、全然だったんよね。まだメイク落としてないんですか。うん、帰ってきたばっかだからね。まだ家帰ってきて5分も経ってないからね。ちょっとメイクまだ落としてないです。晩ご飯も食べてないんで、まだ帰ってきたばっかなんですよ。とりあえず帰ってきてすぐ着替えて配信してるって感じなんで、ちょっとまだねメイクはね落としてないんですよ。落としたいですね。早く落としたい。本当にその通り。え、ウケる。吉野家から牛丼食べながら見てました。ってウケるんだけど、やば、この時間に牛丼やばいねとか言おうと思ったけど、私もさ、このショールーム終わった後にさ、おにぎりとさ、なんだっけ、桃肉の買ってきたんだよね。だからそれ食べようと思ってるんだ。ドボンまだやってんの。え、やってないよ。一旦終了しますって755に書いたんだけど。メイクしてるとより美人だな。だってありがとう、嬉しい。今日はお仕事だったからね、メイクしてんの。こんな感じ。もぐもぐ配信でもよかったのに。いや、ご飯はゆっくり食べたい。ご飯はゆっくり食べたい。からちょっと、このあとゆっくりご飯を食べます。今日も明日も学校でした。って嘘でしょ。明日土曜日なのに学校なんですか。かわいそう。私ここ最近ずっと休みだったよ。ここ最近ずっと休みだった。なんかなんて言うんだろう、そのなんか、そのなんかなんて言うんだろう、こう表に出ない仕事だったかな。なんかこう、これを提出してくださいとか、あれを提出してくださいっていうのはあるんですよ。まあ、アンケート提出してくださいとか、
この写真撮って提出してくださいとかはあったんですけど、それってさ正直さ表に出ないじゃんファンの人には。その後々なんかこういうのがありましたとかっていうのはあるかもしれないけどさ、表にだってさ、まあ、劇場とかイベントとかさこういう仕事とかみたいな感じではないから、そうなんか外での仕事は超久しぶりで、それまでは本当にニートをしてたからさ、そうエンジョイニート、夏休みだったかな、そうですね夏休みと思えば仕事がなくてもっていうね、ポジティブシンキングで夏休みを満喫していましたんで、まあ今度ね27、28に27にマジムリのゲスト出させていただくんですよ。今日からね初日と今日ゲネット初日だったのかな、マジムリがね舞台がで28日にイベントなので、それのマジムリに出るやつのお越しとイベントに出るやつのお越しを、まあ、ぼちぼちやっていこうかなっていうふうに思ってます。そうそうなんですよ。まああとはずっとボンやってたかな、割とね、まあ、私起きるのが遅いから、その起きたらもうドボンみたいな、そうで夜ドボンみたいな、そうだねどっちかっていうとね。あそうだ、皆さんあのあれいいね、私のいいね見ました？755にも載せたんですけどリンク見た？このビッグタオルのデザイン全メンバー追加ってなってビジュアル公開されたんですよ。見た？みんなちょっと待ってねビッグタオルのビジュアルが、じゃじゃーん、これ割とビジュアルいいからみんなゲットしてね割とビジュアルいいからゲットしてね。しかも珍しい髪型、そんなことないよ、いつも通りのねじりハーフツインじゃないこれ、うん、いつも通りのねじりハーフツインだと思う。でビッグタオルは、あビッグタオルじゃないなんだっけ、 T シャツの方はあのね載ってると思うんですけど、めっちゃ買いたい。でも値段が確かにちょっとお値段はねお高いですね。やっぱビッグタオルなんで、もうビッグなだけあってお値段は確かにあのあビッグタオルだけだってお値段もビッグでしたね。なんかなかなかとね、確かに学生とかはきついよね。わかる、その気持ちすごいわかる。いや学生じゃないんだけどさ、学生じゃないんだけど、おいくらですかだって。ねちょっと待って、ああちょっともう一回見るわ。あちょっと待ってください、誰か教えてくれる。8500円だって。高とかってさ言っちゃいけんのかもしれんけどさ、私がもし、あ本当だ8500円だ。で普通の T シャツが3200円で、キーホルダーが2800円。でもビジュアル的にはこのビッグタオルのビジュアル漏れてんだけど、ゆりな割と可愛い、見て、割と漏れてるやない。あ漏れてる、グッズにしては漏れとるやんな。ねえねえ可愛いやろ、ほら我が妹も漏れてるやって。そう漏れてんねん、珍しい、グッズで漏れてんのはほんまに珍しいから、みんなぜひよかったらこう買うてあとあれもな、浴衣の生写真もな、あれいつまでやったっけな、
浴衣が一番可愛いかも。あれめっちゃ可愛かった、うん、あほら我が妹が浴衣のやつの AR 付きの浴衣のやつは可愛かったって言うてるで、こう皆さんぜひゲットしてくださいね。そうなんだよそうなんだよ、ぜひともゲットしていただきたい。そう漏れてるやつは買わないと。で分かるよ、みんなグッズにね買ってお金がないっていうのはもう痛いほど分かる。私もその気持ちはすごく分かるよ。でも欲しいよね、その気持ちも分かる。私もオタクやから普通に、ちょっとオタク違いやけどな。私の方は、私はちょっとアニメの方やけど、でもグッズってあるじゃないですか、すごいね分かる、めっちゃ分かるよ分かる。これ買うたら、あーこれ買うたらまた今月の生活が苦しいなーって思いながらグッズを見てしまうよな、ポチってしまうよな、分かる。今月の、あー今月厳しいなーって思いながらな、漫画とか買っちゃうよね。でもそう、皆さんお話し会が始まったんですよ、受付が。でゆりなちゃんは全部全日程3部なんですよ。そうでもこの3部が全部完売するように頑張る。やっぱすごい人って6とかだった、私マックスが6だったかな、やっぱすごい子は6で、私は残念ながら3なのよ。だからその3を全部完売させたい、せめて完売は半分欲しいなって思ってる。ちょっと販売しなかったらもうどんどん減っていくんやけど部数が。ちなみに一番キンキンで言うと10月9が一番キンキンです。10月9、10月10で11月3日、11月23、12月5日、12月25、1月16、1月29、1月20日、なんで29と20日逆に書いてんの自分。2月19、2月20日、というわけで10月11月12月1、2ってことですね。でキンキンだと10月9と10の3部3部が一番キンキンですね。今が8月なんであと2ヶ月弱ですね、1ヶ月強ぐらいなので、ぜひよかったらね皆さんぜひとも私に会いに来てほしい。お洋服買わなきゃ。あのね、握手会が、握手会じゃないわ、お話し会とかがあるとさ、お洋服買おうって思うよね。そう、なんかさ、お話し会がさないとさ、お洋服さ欲しいんだけどさ、もう着ていく場所ないしなって思うんですよ。だってこうやってさ今さ自粛でさ、まあ、自粛ではないのか分かんないけどさ、こうやってさもう基本この1年2年ぐらい、去年からやっけ2年ぐらいずーっと家やからさ、ずーっと家やからさ、もうさ服がさ、 お話し会がないとさ買わないのよ。だってもったいないのよ。いや欲しいのよ、欲しいのは欲しいんだけどお金ないからさ、どっこも行かんのにさ、仕事で私服の仕事があるとかだったら買わんとないけんって思うけどさ、どっこも行かんのに服買えるほどさ余裕はないから、もう欲しいなって、めっちゃネット見てんねんけど、ウィンドウショッピングめっちゃするんやけど実際に買わない。そうだからお話し会があったら、これはお仕事に必要なやつやから、お金が今月厳しくても買おうって思えるじゃん。そう何月？10月。秋服？そう秋服かわいいよな秋服。ただ秋ってさマジでさタイミング微妙やからさ、逃したらほんまにどのタイミングで着たらいいのっていう、結局金と終わるくない、うん、な1枚で着れるやつよ、ね、なかわいいよ ね、 ね、タイミング逃すとさいつもさ冬でさ、あなたが必要になってくんね合わせるのむずいんや。そうそれでえちょっと待ってこれどうやって合わせるのとかなっちゃう。金と寒いしな。そうなんやって、
それかまあもうヒートテックの極端着て1枚でどうにか頑張るもごもごになる、どうにか頑張るか。そう、会社なんでこうなったんやったっけ。あ、そうそうそう、グッズね。そう、グッズぜひゲットしてください。わかるよ、どうしようって迷う。お話会の話じゃなかったっけ。え、グッズの話してお話し会の話した。そう、わかる、その気持ちすごいわかる、すごいわかる、本当にね。こんにちはやって、こんにちは、はつみさん、そうだからさ、すごいわかるのよ。でも無理しない程度にお財布と相談して、まあゲットしてくれたら嬉しいなと思うけど、お財布と相談して。やっぱりさ、ほら、一番はさ、衣食住だから、衣は別に置いといて、食住だからさ、一番はね、やっぱ一番食やろ、ねえねえ、一番食か。いや、わからんよ、食に執着ない人だったら別にそこまでじゃない。ねえねえは、あ、ねえねえは、いはもう執着だらけやから、いがいいじゃないわ、食食いって服よ、食食はもう執着の方、食がないと生きていかれへんからっていうような感じの人やけど、まあ一食住で、まあいはな、どうにかなんねんな、うん、あのおしゃれさえせんきゃれば T シャツと短パンで、しかも家から電子、別に出てもスーパーやから。だから食と住、やっぱ住むとこないときついやん。やっぱ家賃は払わないといけないと思うのよ、実家暮らしの以外の人は。実家暮らしは払わんでええけどさ、やっぱね、一人暮らしか二人暮らしか三人暮らしか四人暮らしかしてる人はさ、やっぱね、家賃払わないといけない、食費も払わないといけない、あ、ガス水道、あ、光熱費がってなるとね、やっぱりお財布と相談してやっぱり。だから、いや、ゲットしてほしい、せっかく追われてるのにあの顔をゲットしてほしいけど、まあ財布と相談してくれ、みんな。私はよく財布と相談していろいろ諦める。財布にお金入ってることの方が少ないから、マジ基本すっからかんやから。札が入っとったら、お札が入ってるって感じ。入った瞬間なくなるけど。いつもあれ、そう、もうないが入れたのにな、もうないのよ。早いよね、本当に。何もしてへんのにね、なくなる。ウケる。でもさ、結構さ、グッズってさ、そのと、まあ、まあまあまあ、なんか他の生写真とかだとさ、こうページ個人ページ開くとさ、その前のやつでも今でも買えるとかってあるじゃないですか。例えばだったら、ちょっと調べるけど、前のやつとか買えるけど、こういうやつってさ、その時じゃないと買えないやん。で、結局さ、は買っとけよかったってなると辛くない？ほらほら、こうやってさ、販売終了、販売終了ってなりや。生写真もさ、ちょっと前のやつとかはあるけどさ、そん時しかないやつはそん時しかないしさ、買っとけばよかったってさ、思ったりするやん。しかもさ、これの浴衣のやつは絶対買った方がいいと思う。めちゃくちゃ漏れてる、ここ最近一番漏れてるわ。ここ最近のゆりなちゃんの生写真でいっちゃん漏れてる。今見よう、ねえねえのグッズのサイト、いっちゃん漏れてるし。そうだから買わないと。え、しかもさ、聞いた、聞いたじゃないわ、見た、みんな、マジムリ学園のさ、ビッグうちはもうさ、完売した人おったよ。ユーリーさんとズッキーと誰だったかな、なんかね、完売って出てて、早っって思って。やっぱりこういうのってさ、早いもん勝ちというかさ、早く買わないとって思うよね。私も今グッズで買おうか思ってるもんあるのよ。迷い中、迷い中です。そう、お姉ちゃんさ、仕事さ、あれ好き、あ、それな、可愛かったな、それ漏れとって。その日のビジュアル良かったよな、ねえねえな、絶対夜くないこれ、うん、夜もう売ってないけどな、それは。あ、そうなんです、うん、あ、ほら、アウトだ。そう、私はね、ちょっとみんなで迷おう一生懸命。懐かしくない？懐かしい、結構前じゃないですか。100年前。うん、そうやね、確かに。
買った方がいいよね。そのも可愛いやな。ありがとう。姉ちゃんも珍しく漏れとるわと思った。自分でも珍しい。そう、買おうか迷う。そういう時はいつも私は家族に相談しているの。ねえこれ買おうと思うんだけどさ、あどう思うってさ、いつもさ家族にさめちゃくちゃさ聞きまくっとるんだけどさ、えなんか読み取れないけど、え電波悪。そういつもさ買おうと思っとるんだけどさとかさ、この服さ可愛いと思うん、どう思う、買おうか迷っとるんだけどさってマジでいつも家族にめっちゃ聞くな。うん、めっちゃね聞いちゃうの。服はめっちゃ聞いてる。服はめっちゃ聞くよな。だって服安ないねんもん、一着高いしさ、なんかええー、とかって言われたら。ネット怖いもんな。そうネットはな、そうなんて。最近さそのショッピング行けてないけんさ、基本ネットなんよ全部買うのが。ってなったらさ可愛いけどさサイズ感とかもさやしさ、しかもさワンピースが好きなんよな、割と楽やしおしゃれやからって。ワンピースって高いじゃん普通に、とかってなるとさやっぱさ失敗したくないやん。1000円とかだったらなんかぶっちゃけチャレンジで買えるけど、1万とかさそんな簡単にさ、は出せないじゃない、ね、やっぱり。でもさすごい思うのがさ、自分がさ汗水流して働いたお金でさ好きなもの買えるってやっぱ幸せよね。ゆいなさ、それで言うとさ自分のお金でさ大好きなさお菓子とかチョコレートとか、まあ、他のお菓子とかもそうやけどデザートとかさ買うとかさ、いいもんなんか嬉しい。そう、わこれ服とかもさすごい嬉しくない。これを買うために私は何日働いたんだって思ったらさ、えご褒美的な、うんって思ったらさ嬉しいよね。そう、社会人1年目は感動したよう。だってするよね。なんかいつかさ自分がさもっとさビッグになってさ、なんか自分のご褒美にさ、なんかさ私はさまだそこまでじゃないけどさ、自分のご褒美にさちょっといいさブランドの何かとかさ、デパコスのさ何かとかさ買えるようになりたいなってめっちゃ思う。なんかそれがなんていうの、仕事用品とかじゃなくて、まあデパコスの化粧品とかってなるとさ、まあアイドルやからこう化粧するしっていうので必要不可欠なものやから仕方ないけどさ、なんか全然違うカバンとかさアクセサリーとかなんかそういうブランドとかでさ、なんかそういうこう自己投資できたらいいなってめちゃくちゃ思う。はあ遠いなそれまでにはブランドのものを買うためにはい遠いな、まだ遠いな、まだまだやな。ちょっと先は見えんけど頑張る。まあ22歳やからな、普通だったら社会人やけんな。割と遅れとるっちゃ遅れとる。1年目ぐらいか。まあそんな感じでみんな一緒に頑張ろう。まあでも好きなこと仕事にできてるのはいいことやなって我ながら本当に思う。え、そう
なんかさ親にさプレゼントとかさ、なんかさよく言うやん、初任給で親にさブランドの何か買ってあげたとかさ、いつもの感謝、そう何かしない、あのまだしとらん、なんなら親のすねかじっとうからまだ、本当にごめんなさいって感じなんですけどいや本当に申し訳ない、なんかもう本当にちょっともうちょっとビッグになって、ビッグになって親にそれこそ美味しい、それこそ私がおごるからご飯連れていくよ、頑張ればできるけどな、いつも以上に食べてやる頑張ればできるけど、その月の私の生活はだいぶ苦しいやろうなマイナスかもしれん、どっちかっていうと、とかなんかそれなりにねいいものとかねやってあげれるようになりたいなってすごい思う、なりたいなりたい言うと8年経ったけどな、8年目やからなアイドルになって、なかなかね、まあ、まだすねかじってるからやばいな、とりあえずまずそれよりも先にすねかじらなくても生きていけるようにうーんなりたいな、いやもうなんか言ってて悲しいわ自分でも、悲しいけど、まあ、現実からなんか親のすねをかじらなくてもなんて言うんだろう、自分でこうやって生きて生活ができて仕事ができるようになって、なおかつ親に仕送りができるようになったらマジで最高、逆にね、逆にね、もう本当に仕送りいつかしてみたいなってすっごい思う、なんか今月、まあ本当にそんな大金じゃない、ちょっとやけどお気持ち程度にこれだけ今までさ、もうこの22年間さずっとさ、石様とかさやっぱさよく仕送りしてるとかって言うやん、社会人の人ってちょっとだけど仕送りしてるとかさ、マジですごいなって思う、そう本当にマジですごいなって思う、なんかさ私の家はさ別に裕福な家じゃないからさ、なんか他の人見ててさ、うわーいいなって思うこともそれいっぱいあるよ、なんかいろいろとすごい外食しとったりとかさ、すごいなんかいいもの食べてたりとかするとさ、なんかはいいなって思ってたりするけど、まあ、親もさ本当にさカツカツでさ、それでもさこうやって私の仕事を応援してくれてさ援助してくれてるからさ、まあ、いつかはさその今までの援助してくれたものをさこうちょびちょびっとでもさ返せたらいいなとは思うけどね、そうね、そう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 、まあ猫の恩返しじゃならぬ親の親に恩返しね、本当に早く大人にならねば、頑張るぞじゃあというわけでそろそろ終了にしようかなと思います、じゃあランキング読みたいと思います、あ間違えた、いつも間違える、いつも間違える、ランキングを押す場所13位ナッティさん、12位ヤングさん、11位ワイマツさん、10位マーニャンさん、9位キリアさん、8位ユリコさん、7位カラッチさん、6位チカイシーさん、恋パペパペ今日やばいのね、めっちゃ噛むんだわ、パピさん、4位メトロポリスさん、3位ギリアンさん、にたかさん、そして今日の第1位はミキティさんです、しくしょ、うわぁ、ねねの声聞こえてんねんけど、ちょっと恥ずかしいからやめてください、はい、あ、めっちゃすごい、ちょっと待って、やっぱ画面がすごいことになった、はい、というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございます、というわけでドボンもね、すごい皆さんが一生懸命頑張ってくださってるおかげで順位がだいぶ上の方に上がってきました、本当にありがとうございます、目指せ16位以内、こうか、16位以内頑張ります、またちょっとこの後私ちょっとご飯を食べます、すいませんね、ご飯を食べさせて、もうペコリンなんでお腹がご飯を食べさせていただいて、ちょっと食べたらドボンまたしようと思いますんで、まあその時よかったらぜひしていただけたらなというふうに思います、はい、というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。それではまた明日、バイバーイ。